おとといから地震が相次いでいるトカラ列島近海では、今日はこれまでに21回の地震が観測されています。回数は減ってきていますが、気象台は引き続き注意を呼びかけています。今日もトカラ列島近海を震源とする地震が相次いでいて、今日午後2時28分ごろには十島村の悪石島で震度3、小宝島で震度2、宝島で震度1を観測しました。この場所ではおととい未明から震度1以上の地震が増加していて、悪石島ではおとといは97回、昨日は145回、今日は午後5時半までに21回の地震が観測されています。今日はおとといと昨日に比べると地震の回数は減っていますが、気象台は今後も強い揺れの恐れがあるとして注意を呼びかけています。おととし12月にトカラ列島近海で地震が相次いだときには、悪石島で震度5強の地震が発生しています。